こんばんは、実はねくらです。今回はこの2つのポケモンガチャをしてきたので何が当たったか紹介していきたいと思います。先日ポケモンセンターの近くに行く用事がありまして、せっかくなのでポケモンセンターにも行ってきました。最近私はハマってる方も多いと思うんですけれども、アルセウスにハマっているのでもうルンルンでポケセンに行ってきました。ちなみに私のポケモン遍歴はこんな感じで、最後にプレイしたダイパー以降は10年以上ポケモンのゲームをやっていませんでした。いや本当にアルセウス楽しくてドハマりしております。それでは早速ガチャ開封していきたいと思います。まずは1回だけ回してきたポケモンヤミースイーツマスコット開封していきたいと思います。こちらどれも本当に可愛いんですけれども、今回の私の一番の狙いはメタモンでした。果たして私はメタモンを開けることができたのでしょうか。結果はじゃーん、なんと一発でメタモンを当てることができました。やったー。一応開封してみるとこんな感じで3つのパーツに分かれてました。こちらを見る限りこうかで上に乗せると、はいはいはい、こんな感じみたいです。ちょっとこの下のやつがふにょふにょしてて不安定なんですが、じきに広がっていくでしょうか。なんかちょっと曲がってたんですけど、はい、こんな感じでめちゃくちゃ可愛いです。このメタモンとクリアケースはこうやって刺すところがあるので取りにくくなってるんですけど、これとこれの間には何もなんていうんですか、つながりがないのでなくさないように注意ですね。私ダイパまでと、あと今のアルセウスしかプレイしてないので、正直この可愛いマホイップちゃんとマホミルちゃんはまだ全然馴染みがないので、やっぱりね一番馴染みがあるメタモンが狙いでした。でヌメラは今回アルセウスに出てきたので、まあ、ヌメラもなんかちょっと馴染みがあるので、まあ、第一希望がメタモンで第二希望がヌメラかなという感じでした。ただこの2つもめちゃくちゃ可愛いですね。いや本当最近のポケモンってなんか昔よりもこうなんか女子受けしそうというか、すごい可愛い凝ったデザインのキャラ多いですよね。あ、ちなみに私の一番好きなポケモンはムーマです。他にもねたくさん好きなポケモンはいるんですけど、なんかムーマが一番自分的には昔使ってたのですごく愛着のあるポケモンです。そしてお次はポケモンカフェミニチュアカフェメニューというガチャを2回やってきました。こちらは1回500円でした。あ、こちらポケモンセンターオリジナルって書いてありますね。ラッキー、回しててよかったです。ちなみにこれの第一希望はピカチュウプレートでした。これもねどれも可愛いんですけど、やっぱりなんかこう豪華な感じがしていいなと思って。で第二希望はフルーツティーセットでした。実はこのホットですとヤバチャっていうキャラクターは実は全然馴染みのないキャラなんですけれども、なんかこのティーセットな感じが可愛いなと思って、これも欲しいなって思ってました。では早速一つずつ開封していきます。ではこっちからいきます。はい、それではオープン。じゃーん。はい、一つ目はみんな大好きピカチュウプレートを当たりました。やった、嬉しい。第一希望のピカチュウプレート、こちらもね実は1回目で出すことができました。この日私運良かったみたいですね。でこんな感じでパーツが細かく分かれております。開けていきましょう。袋から出してみるとこんな感じでした。めちゃくちゃ可愛いです。でこちらの見本のように並べてみたいと思います。はい、並べてみるとこんな感じになりました。これめちゃくちゃ可愛いですね。やっぱりすごい一つ一つのパーツがクオリティ高いですし、細かい作りになってます。いやこのガチャほんと500円でちょっと高めだなとは思ったんですけど、回してよかったなって思えるガチャでした。はい、では2つ目開封していきたいと思います。ではオープン。じゃーん、2つ目はみんなメロメロ EV プレートが当たりました。これも可愛いです。こちらねさっきのピカチュウプレートの EV 版っていう感じで、めちゃくちゃこちらも可愛いですね。早速袋から出していこうと思います。はい、袋から出してみるとこんな感じでした。こちらもめちゃくちゃ可愛い。このプレートももちろん可愛いですし、このスイーツめっちゃ可愛いです。なんかこれとかはニンフィアをイメージしたハートですかね。すごい凝ったデザインで可愛いです。でこちらもこの紙を参考に並べてみます。こちらのイラストを参考に並べてみました。これはね先ほどのピカチュウのプレートと並べたらめちゃくちゃ可愛いですよね。で最初のねメタモンとプリンのやつもなんか同じ食べ物シリーズというかデザートって感じなので、この3つとも一緒に並べたらめちゃくちゃ可愛いなと思いました。いやこのガチャ500円で高いなと思ってちょっとビビって2回しか回さなかったんですけど、もっと回してもよかったかなって思うぐらい可愛いですし、クオリティも高いですね。
はい、3つ並べてみました。やっぱりめちゃくちゃ可愛いですね。いや本当にこのスイッチのガチャはメタモンを一発で当たれて嬉しいですし、カフェメニューの方はポケモンセンター限定って知らなかったので回してきてよかったなと思いました。多分その日引いてなかったらまた後日引きたいなってなってたと思うんですけど、家の近所にポケモンセンターあるわけじゃないので、多分あー引けばよかったって後悔する結果になってたと思うので、引いてきてよかったです。もっと回したくなりますね。これはポケモンのガチャ3回回してきた結果はこんな感じでした。どれも大満足な結果でした。今ねアルセウスプレイしてる方すごく多いと思うんですけれども、皆さんの好きなポケモンは何ですか？ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。それではこんな感じで今回の動画は終わろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。